よっしゃ、はい、乾杯しよう。はい、お疲れ様です。今日は初キャンプということで、はい、楽しんでてください。ありがとうございます。乾杯。乾杯。イエイ。イエイ。今日は串カツということで、はい、やっていきましょう。串カツだ、最高だ。エリンギから行くか。エリンギ行きます。行くか。そのバカでかいやつなあ。いいじゃん、いいじゃん。絶対うまいっすよ。でも全身にまぶす感じで、まぶす感じで、うわ、ちょっとなんか押した方がいいらしいで。あ、そうなんですか。手で、手でこう、こういってこう、そうそうそう、そうそうそう、の方がもうなんかしっかりとつくらしい。失礼します。いやいやいや、そんなもう油で全てのバイキンがおらんようになるから、ね、食えへんものも全て食えるようになるから。わかりました。上がってますやん。上がってるやん、ちゃんと。キャンプで串カツやで、やばいな。やばい。鍋ちっちゃ。鍋ちっちゃない、これ。まあまあまあ、ちょっと想定してたっすけどね。まあ、エリンギでかい方やからな。そうっすね、一番でかいまであるっすからね。いけるいける。確かに。立派なエリンギなんで、エレンギ。エレンギ？エリンギ。アフラ特有の。ええ音するな。うわあ！何やこれ！食わしてくれ！早く食わしてくれ！うまそう。うまそう。いいねー。これいいねー、マジで。どうぞ、エリンギソース塩。塩も絶対うまいとは思うんですよ。でも日本あるんで、どっちか塩でどっちか。先ソースいってみるか。先ソースいきましょうか。やば。王道はソースやからな。そうね。あ、すごいしょうもないこと言った。やばいな、これやばいっすよ。絶対うまいやん。めっちゃつけるっすよ。いや、そらつけ、つけていかんと。いただきましょうか。はい、いただきます。いただきます。あ、ほうほう、うん、うまめちゃめちゃうまいな。串カツしてんな、うん、うん。こんな串カツできるんですね、普通に。あ、ほんまにな。ねえ、うまっ。やばいやばい、やばい、うまい、うまふるわ。やば。あ、めっちゃうまいな。めっちゃうまい。次何いく。やっぱ肉も一本いっとくべきじゃないですか。もういっちゃうの。せっかくだよ、3種類あるんでね、豚と牛とささみがね。どれからいく。豚からいこうか。豚からいきますか。豚の刺し方えぐない。いやいやいや、これが一番脂出てうまい。マジで肉の旨み一番出るから。超豚やん。いやいや、それはそうっすよ。超巻いてるやん。そんな、いやいや、ミルフィーユカツっていうのがあるんですよ。いいね、なるほどね。これでね、下味にちゃんとね、あの塩コショウ入れてるんでね。ああ、いいね。いや、今のご時世さ、油固めれるようになったやん。確かに。で、油の処理がめっちゃ簡単になったからこそ、やっぱこういうのができるようになったよね。そうね、なんか油もんってイメージないっすもんね、うん、こうキャンプしながら。やっぱ昔やったらさ、処理が大変やったから。豚のミルフィーユでかすぎるやろこれ。豚バラどんだけ巻いたらこんなでかなんねや。ほな、ちょっといただきますね。はい、どうぞ。これやばいな。ちょっと待って、めっちゃ重いねんけど。絶対うまいっすよ。いや、これ絶対うまいな。やば、やばない。いただきます。ちょっと一言だけ言っていい。はい。店よりうまい。店よりうまい。ありがとうございます。いや、店よりうまい。やった。なーこれ絶対うまいわ。めちゃくちゃうまい。マジっすか。やった。こんなボリュームの店ないもん。違いない。うわ、なんこれうまっ。いや、椎茸にトリュフ塩は絶対合うから、ね、やばいでしょ。おつまんで、ね、指まで美味しい。指まで美味しいトリュフ塩。トリュフ塩絶対売れへん、そのまま。
指まで美味しいトリュフ塩 30g 1000円高いし。ちょっと椎茸いただくで。はい、どうぞ。先にどうぞ。いただきます。え、本当や。どうないですか、キングオブキノコ。K.O.K. K.O.K. 味の椎茸、味の椎茸、香りのトリュフ、香りのトリュフ、 K.O.K. めちゃくちゃうまい、うまいな、これうまいっすね、ハンバーグか、トリュフ塩めっちゃ合う、うん、この味の素系が入ってへんからシンプル、ほんとめっちゃうまいわ、うまい、うまいわ、あーうまい、 K.O.K. これはうまい、 K.O.K.K. キングオブキノコ串ダサい。まあ、かっこよくはないよな。うまい、うん、エビうまっ。エビもいけます、エビは、うん、トリュフ塩めっちゃ合う、マジっすか、めちゃくちゃうまい、いつもトリュフ塩でいけちゃうんすか、なんやねんこれ、トリュフ塩の回しもっすか。トリュフ塩めちゃくちゃ美味しいんで、ほんまおすすめです、マジでうまい、エビとトリュフはマジで反則、あ、うまい、めちゃくちゃうまい、確かにうまい、エビの香り風味とトリュフの風味がめっちゃ合うんす、めっちゃ合う、めちゃくちゃうまい、イエーイ、のえ、なんていうか、裂けるチーズか、裂けるチーズですね、裂けるチーズをカツにするっていう、そう、暴挙、これはもうカロリーとカロリーっすよ、最高やん、いただきます、うわー、うーん、うーん、おーおー、やばいやばいやばい、うまいこれ、すごい、うーん、やばいやばい、え、うまっ、やばいっすね、え、めっちゃうまいんやけど、裂けるチーズやっぱ合うんすね、うん、もう予想通り、でもいけるっすこれ、乾杯、乾杯、あ、うまキャンプこう初めて来たっすけど、うん、思ってるんと違うし、とりあえずあれっすね、なんか、うん、ま、とりあえずみんな一緒に一回行ってほしいっすね、それが一番早いっす、多分、俺な、いつも言うねん、はい、俺とキャンプ行って思んないわけないやんって、俺もうめっちゃ言う、ほんまにそれマジで、いやマジで来て今日思いました、初めてやけど思ったんすけど、うん、なんかでもなんでモテないっすかね。なんでも出へんやろな。いや、いや、俺、俺ほんまに思うねん、思うねん、すごい思いましたね、うん、なんかシンプルに、いや、めっちゃおもろいっすよ、めちゃくちゃおもろいし、うん、なんかもうキャンプってやっぱイメージがもうなんかね、サバイバルの派生系で、それでなんか一緒に過ごすみたいな感じやね、こんだけおしゃれでご飯も作れてしっかりやってな、で、なんかもう快適なわけじゃないですか、なんでも出へんの、それに関してな、こっちが聞きたいというか、おかしない、いや、持っててもおかしないですけどね、俺とキャンプ行ったら惚れるはずや、イメージ変わりますよ、多分、せやろ、キャンプのイメージも変わるし、うん、やっぱ村長のなんかあの、まあ、ちょっとこわもてないイメージも、はいはいはい、まあまあまあ、顔はな、変わるっすよね、だから、ね、なんで持てへんねやろな、なんですかね、うん、真面目にやってきたんですけどね、真面目やねんけどな。なんでやろな、なんですかね、顔顔か。